これまで様々な女性の悩みに答えてきた当番組、女性スタッフからの意見もあり、誰もが気になる美について考えていこうということで新企画が始動しました。女性による女性のためのミニコーナー、もっと美しくなりたい。まず集まったのはこちらの女性陣、よい子浜口が厳選した松竹芸能美女軍団です。今回浜口さんから指令を受けて集まったのが私たち松竹芸能えりすぐりの美女軍団です。イエーイ。いやー、自分で言っちゃうんですね。新しい企画っていうことなのでね、うん、まずは自己紹介からしていきたいと思います。はい、はい、まずは私が、松竹芸能の大学生からは少しもう遠いんですが元気いっぱい頑張ります、ヒカルンバこと木下ひかるです。よろしくお願いします。今回仕切り役を任された最年長26歳、木下ひかる。はい、平成生まれゆとり育ち、頭悪そうなやつら大体友達、沢村美久です。よろしくお願いします。みくちゃん。3人の中で唯一の芸人、服は地味だがボケは華やか、川村美久。20歳のピチピチハイテンションガール、小林美希です。よろしくお願いします。その美貌とは裏腹にコテコテ大阪人の最年少20歳、小林美希の3人でお送りします。浜口さんから直々にこう指令をいただいたってことですよね、うん、このレギュラー決定ちゃいますね。今日がいわば入学テストですよ。あ、なるほど、テストですか。今日上手にリポートできたらレギュラーになるかもしれない。うわ、わかりました。次回なかったらいまいちやったなっていうことですね。わかりやすすぎません、それちょっと。まあ、今回のテーマが美。美。美って何か気使ってますか、二人とも。まあでもいろいろ試してるんで、うん、そうですね、まあ、適任かなとは思います。適任。みくちゃんもあんまりこう気使ってるように見えないけど。確かに、うん、まあそうですね、デニムやで今日。一番、うん、一番一般の方に使いやすい美をお届けできたらなって思ってますけど。なるほど。みき、はい、ちゃんどんなことやってますか。いや、でもやっぱりこの仕事したら日焼けとかできないじゃないですか。やっぱお肌には結構気を使ってますよね。春夏秋冬ずっと日焼け止めってます、すごい白いもんね。ねルンバさんと全然違う。私はね、ちょっとたくましい色で。たくましい色。そうなんですよ。健康的ですね。そう、この仕事してるのに、うん、美についてはね、すっごい疎いので、この企画でね、しっかり勉強していきたいと思います。うん、このね、番組でも制作でお手伝いしてもらっているある企業さんが、うん、美についてすっごく詳しいっていうような情報を得たので、はい、今日はその企業さんにお邪魔したいと思います。3人でね、いろいろ聞いていきましょう。はい。ちょっとね、こう下町っぽい雰囲気で、うん、なんか落ち着いてますね。ねえ、どこでしょうね。あ、ええ、もしかしてここ。あ、ここですか。え、山本コーポレーション。なんか思ってた雰囲気と違いますけど。そうですね、中入ってみましょうか。そうですね、行きましょうか。来ました、来ました。あ、綺麗な会社、うん、こんにちは。こんにちは。こちらで美に詳しい方がいらっしゃるっていう風にお聞きしたんですけど、少々お待ちください。うん、楽しみやね。まあ、綺麗な人が来るんちゃいますね、うん、やっぱ美に関して詳しい。確かに、うん、はい、こんにちは。あ、こんにちは。あの、社長さんみたいな人がいれば。あ、私ですが。あ、社長さん。社長さん。いきなりの社長登場。今回お話を伺うのは美について詳しい山本富蔵社長です。今日はその美について勉強していきたいなって私たち思ってるんですけど、はいはいはい、この会社はどういう会社なんですか。ちょっとじゃあこちらの方でご覧いただけますか。何、この辺りがですね、その我々がやってる美の製品なんですけども、唖然とした3人の目に飛び込んできたのがこちら、山本化学工業さんが扱う競泳用水着と何やらベルトやアイマスク。明らかに美と無関係に見えるんですが、そのスイムウェアと美っていうのがこう直接関係するようには思えないんですけど、泳ぐっていうともうそれこそおっしゃる通りで美とはつながらないみたいに思われると思うんですが、水泳をする時もその骨格を整えて、その美しくというかいわゆる左右を整える、それがその速さにも実はつながると、それは結構美に直接的に関係しているということなんです。実はこちらの水着、早く泳ぐための素材へのこだわりに加え、姿勢を正しく保つ機能がついているんです。次回、山本社長が美について詳しくレクチャー。松竹美女軍団もびっくり。
めっちゃモテてる人と。めっちゃ全然違う。びっくりした。ためになる美の調査に乞うご期待。